ハク橋ヨー橋は埼玉県秩父郡長瀞町柳瀬の荒川に並行するように架か,かる国道140号の三道橋である。古くから秩父王間における難所の一つでもあった。橋のたもとの熊谷川は大里より居町、杖野の区域にかかる。ハク橋はり居町と長瀞町の境界の場所に建設されている荒川の左岸側の斜面に設けられた。 橋長104.9メートル、福音6.5メートル、島上15メートルの7、景観の構成三道橋である。橋の形式は、単純プレートガーダー橋である。歩道は、谷川のみに設けられている。橋の伸縮継手は、荷重支持型構成伸縮装置が使われている。橋は、秩父方面に向けて地形に沿った、緩やかな左曲線の橋となっている。 すぐ山側を隣接して、秩父鉄道が通る。また、橋の谷側は、多摩、淀子である。親柱及び甲乱は、谷側のみに設置されており、山側は、橋が、秩父鉄道のレンガ製の護岸用壁と一体化している、ため設置されていない。コミュニティバスも含め、橋を通る、公共交通機関は存在しない。橋の南詰めは、熊谷県土整備事務所と秩父。 県土整備事務所との管轄の境界であり、それを示す標柱が建てられている。国道と称しているが、国道140号は補助国道であり、全区関係管理である。上部鉄道のレンガ造りの五岸用壁。この五岸用壁の脇に橋が架けられた。よりいから先、隠れ橋が架けられた場所は、崖崩れの多発地帯で、かつては破方や、橋方とも呼ばれた熊谷。 秩父間における交通の最大の難所であった。山が渓谷に迫る境隘かつ急旬な地形で、徒歩は最短距離である左岸川の川縁の道を通り、荷物は馬は通行不能なため、竿船を用いて周運で運搬するか、現在の八高線荒川橋梁のやや下流側の地点にある小持瀬の渡しで荒川の対岸に渡り、 奥武蔵北部の鎌伏峠,峠や海にた峠の峠道を迂回して曽根坂峠から大野原へ至っていた。秩父は馬の利用が多いため峠道を利用する場合が多く沿道には馬頭観音が多数存在する。秩父鉄道の前身である上武鉄道が現在の場所に山側の地山を掘削して谷川である荒川の川岸に侵食作用による崩落防止を兼ねた。 高さ30メートルのレンガ石の溶壁を築いて、線路不設の用地を生み出し、そのアモウに線路を通すなど、難工事の末1911年に開通している。この付近の秩父王館の痕跡である古道は、この工事によるほか、現在の国道140号の建設により、消失している。道路の方は、地理的な制約から周囲に道路を通す用地がないため、 七部鉄道のレンガ作りの五眼側壁のすぐ脇に、橋脚を立てて、荒川に乗り出すような形の山道橋を架けることとなった。休憩車地の工事で作業スペースが十分でなかったが、1953年3月に橋は開通した。橋長104.9メートル、福音5.5メートルで、歩道は設置されていなかった。橋名は破方から取り、隠れ橋と名付けられた。 施港は、上部港を桜田機械工業、下部港を斉藤組が担当した。橋の開通間もない1953年5月18日に、二級国道幸福間谷線となり、国道の橋に昇格、1965年に道路法改正に伴い、現在の一般国道140号として指定施港されている。1972年に、 橋の谷川に隣接して、福音2メートルの歩道専用の速道橋が完成した。速道橋はより谷川に架けられているため、熊谷川に一景間分長くなっている。この速道橋の完成により、交通のアイロはやや改善が図られている。1974年頃、橋の拡幅工事や下部補強工事が行われた。これにより福音は、 現在の6.5メートルに広げられた。2013年度に、秩父県土整備事務所により橋の伸縮継手を耐久性のある荷重支持型構成伸縮装置のものに交換された。また、2013年9月から2014年3月にかけて橋脚2基の耐震補強が実施された。隠れ橋より望む玉、淀湖付近の山腹には破方館の跡があるほか、 線路の周辺には、江戸時代の秩父王館の痕跡が残されている。橋の谷川の荒川は1964年6月に、竣工した玉淀ダムによってせき止められたま、淀湖となっている。玉淀湖の水質は、透明度が高く、秋は紅葉の穴場である。玉淀湖ができる前の荒川は、奥玉、淀とも呼ばれ、長泥渓谷のような渓谷美の自然景観を、 作り出していて、玉ヨドライン下りでにぎわっていた。国道140号のハれ橋から、波ク駅前にかけての約600メートルにわたり、歩道が設置されていないことから、地元自治体より歩道を設置する要望が出されている。現道の拡幅事業の一環として整備する予定である。ABCDE ヨれ橋レ橋1953から、 三洋暮れ橋土木学会付属土木図書館、2014年10月28日、閲覧。荒川人文2荒川総合調査報告書3231ページ、ABST、ジョイント、スマートジョイント、鑑賞チェーン埼玉県、2015年1月13日、閲覧。埼玉大百科事典2巻261ページ、埼玉新聞社、 1974年以4月、が長瀞町市民族編、I297 ページ ABCDE、長瀞町市民族編、I298 ページ ABC、明治、大正、昭和埼玉県写真集、上巻80ページ、歴史の道調査報告書、第7週荒川の水運36ページ71ページ、AB、歴史の道調査報告書、 第6週秩父王冠41から46ページ。新旧、街道杖秩父王冠に三菱不装トラック。バス株式会社。2014年11月5日。閲覧。目で見る秩父の100年38ページ。歴史の道調査報告書。第6週秩父王冠29ページ。着々進む。防災工事本年度から4カ年計画重力式擁壁を。 建設長泥町の柳瀬地内。埼玉新聞。p 七一万三千百四十五 i s o 九千一基本方針株式会社。斎藤組。二千十四年十月二十八日閲覧。二2013.0430埼玉県。日本工業経済新聞社。p 二十九二千十四年十月十九日閲覧。玉、ヨドコ埼玉県公式観光サイトチョコ旅。 埼玉、2014年10月28日閲覧。国道140号の歩道整備について、平成22年12月定例会、一般質問質疑質問、答弁全文。埼玉県議会。2014年10月27日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年1月13日閲覧。歴史の道調査報告書。 第七修原川の水運60ページ72ページ、長戸路町市民族編537ページ、秩父の伝説語り継ぐ、ふるさとの思い379から380ページ。ありがとうございます。